彼らは理想的な奴隷となるだろう。クリストファー・コロンブスはそう日記に記しています。1492年10月、白人たちはついに新大陸を発見します。始まったのは虐殺と弾圧の歴史でした。コロンブスが最初の上陸でアメリカ大陸に滞在していたのは1492年10月から翌年5月までのわずか7ヶ月。その間に繰り広げられたのは虐殺と伝染病によるおびただしい死でした。この時、白人たちは重大な認識の過ちをします。アメリカ先住民たちはアフリカ部族社会のように酋長がいて、その下にヒエラルキーが存在するものだと白人たちは考えていました。が、しかしインディアン社会は完璧な民主主義。この認識の相違もその後のいさかいの元の一つとなります。虐殺、病気、奴隷化、悲惨な歴史の始まり。武器というものを知らず、平和を愛し、西洋よりもずっと先進的な民主主義の元平穏な日々を過ごしていたインディアンたち。しかし、文明人、キリスト教徒のヨーロッパ人たちは、同じ人間であるインディアンたちを動物同然に虐殺し、駆り立て、奴隷化して酷使しました。白人たちに踏みにじられるインディアンの歴史が始まります。しかし、これはまだほんの序章に過ぎなかったのです。虐殺、そしてヨーロッパ風土病。虐殺、それは後に多くの非ヨーロッパ地域において繰り返された悲劇です。しかしヨーロッパ人たちはどのような根拠を持ってこんなことをしたのでしょうか。鍵はキリスト教。キリスト教の教え自体は隣人愛や博愛を説く穏健なものですが、歴史の中で権力者に利用され解釈が変わってきました。この時代にはキリスト教徒じゃないものは異端であり駆逐されるべきものという考えだったのです。武器と同時にアメリカ先住民を脅かしたもの、それは病気でした。ヨーロッパの風土病、スペイン風邪、インフルエンザなどへの抗体を持たないインディアンたちは続々と倒れていきます。先進的な武器を持った白人たちはインディアンへの虐殺を繰り返します。結果、人口は激減し、生き残ったインディアンたちも奴隷として売り買いされるようになりました。インディアン戦争の正体。インディアン戦争とは、17世紀から18世紀末までインディアンたちがヨーロッパ人に対して抵抗した長い戦争のこと。その過程で大量虐殺、民族浄化が行われました。結果的に白人たちの戦争に巻き込まれたインディアンは力を弱めていき、その後の悲劇につながるのです。フレンチインディアン戦争という単語を世界史で習いませんでしたか。実際にはフランスとイギリスの植民地争いだったわけですが、なぜこんなところでインディアンの単語が出てくるのでしょう。万年戦国時代のヨーロッパはこの新大陸を誰のものにするかで揉め始めます。始まったのは大国イギリスとフランスのアメリカをめぐってのガチンコバトル。その中にインディアンも巻き込まれました。イギリス、フランスともにインディアンの諸部族と同盟を結び、彼らを戦力として使用します。イギリス側からインディアンとフランスが同盟を結んでいて、それに対抗して戦ったからフレンチインディアン戦争と呼び習わされるようになったのです。インディアン絶滅政策と抵抗。19世紀に入り、白人世界の横暴は極まっていきます。インディアンのために保留した土地にインディアンを押し込め、そのインディアン居留地に入らないインディアンは絶滅させるという国家方針を打ち出しました。インディアン絶滅政策です。多くのインディアンがこの強制移住の途上で命を落としました。しかしここで抵抗する英雄も登場します。その戦いと最後とはいかなるものだったのでしょう。そして逆らうインディアンたちに白人はどのような態度でもって臨んだのでしょうか。チェロキー族、ナバホ族、涙の旅路。ヨーロッパ人たちが自らの国アメリカ合衆国を作るにあたって
インディアンたちをどう処理すべきか考えました。その結果出た結論が強制移住です。インディアンたちは生き延びるには白人たちの命令に従わざるを得ませんでした。特に有名なのはチェロキー族の涙の旅路です。1万2000人であったチェロキー族は徒歩で1000キロ以上の旅を強いられたために、到着の時にはそのうち8000人以上が亡くなりました。また土地を追われたナバホ族は灼熱の大地に強制移住させられます。しかしその後、州長の必死の交渉により帰還を許されました。取り上げた土地が使い道のない砂漠だったことが彼らに幸いしたのです。しかし帰ったその土地には近隣のホッピ族が住み着いてしまっていました。白人のエゴはインディアン同士での圧力をも生んだのです。英雄ジェロニモの戦い、やられる一方のインディアンではありませんでした。米国インディアン史に一人の英雄が登場します。アパッチ族の戦士ジェロニモです。インディアンと白人の間に不平等条約が次々と結ばれる中、抵抗をした戦士でした。アメリカとメキシコの国境近くに生まれ育った彼は、厳しい訓練を受けると同時にアパッチ族の頭の皮に賞金をかけるという非道な政策を打ち出す白人たちに激怒します。頭髪を神聖なものとして扱うインディアンたちにとって、頭の皮を剥ぐということは凄まじく侮辱的な行為でした。さらにはジェロニモの家族は白人によって皆殺しにされてしまいました。彼はインディアンを指揮してゲリラ戦と略奪を展開し、白人たちに脅威を与えます。これは白人たちにとって受けて当然の復讐だったでしょう。しかし最終的にジェロニモは白人側に投降、生涯捕虜として扱われることとなります。人間動物園において見せ物にされるなどの侮辱を受けた後、無念の死を遂げました。以上のようにアメリカ先住民であるインディアンは、悲惨な歴史をヨーロッパからの移民の白人たちに受ける試練の運命に苦しめられました。白人にこのことは禁句で話をできませんが、現在においてアメリカの主は白人であり、他の有色人種が移民であると言います。また黒人はアフリカから無理やり連れてこられて、物同様の奴隷としての商品でした。アメリカで人種差別で暴動や犯罪が起きるのは、過去に白人がヨーロッパから移民できて先住民族を虐殺して土地を奪い住みつき、黒人をアフリカから奴隷として輸入していたことが最大の人種差別の暗黒の歴史なんです。Thank you.